長時間の、ね、飛行機に揺られて到着することができました。ここベトナム空港。僕は2回目。ピョコタン何回目ベトナム？初めて。あ、初めて。チェリーです。僕はあの前になんか来たこと、一人で来たんだな。なんか記憶がある。これ全部日本からのね、飛行機からベトナムに到着した皆さんです。いや、エコノミーで、何もあれがなかった。テレビもないし、
イヤホンで音楽聴く機能もなかったし、とにかく狭いな、隣が俺女の人真ん中で、隣が女の人だけどすごい嫌がられて、なんかいちいち俺のすごい眉毛をさ八の字に曲げて無駄通りみたいなのすごい嫌がられて、なんか俺悪いことなんだから気使ってさ両サイドの肘掛けに一切触れんかったんだけど、すぐ分かったら嫌がってるなみたいな。あで、ね、なんか機内食出たけどさ全然食べる気なかった。なんか機内食はね、これこれだけ出たけど、なんか残したほとんど食べんかった。これ写真撮っちゃいけないんだ。えここら撮影禁止。マジで、うん、じゃあやめようかな。警察とかはね、え海外の警察とかは笑えないから。え助けてね、なんかあったら。いや、やだ逃げるから。めちゃくちゃ終わります。すみません。